吹っ切れたな。 お前の言う小さな巨人の頃の会場はこっちじゃなくて代々木の方だろ。はい、黙って。雰囲気、雰囲気が大事なんだから。やっべ。まあまあ最初だし。癖でつい、すんません。 もうお前にはついていかない。行きます。337センチ。はい。田中さん、こいつ本当機械みてえ。 余裕のない体勢から高すぎず低すぎず、近すぎず遠すぎない。ビビった。全国3本指に普通とか言うから。まだ普通に見えるって言ったんだ。測ったの半年くらい前だから今もうちょい行くかも。高いところから高いところへ。 つまり最短距離のセットアップ。ん？今のはボールハンコ分短かった。叩ける。全然出てこないままで。天才か。天才の定義がよく分からんけども、俺は天才ってのは完璧から最も遠い存在だと思うんだよね。だから面白い。 ちょっと試したい。俺は、俺はいいとさ上げてます。もっと決めてください。ブロッコリー1号、ん？2号。夏合宿の時から近寄りがたかったけど。 何を考えてんのやら。なあ影山、お前レシーブの時何考えてる？ボールをどう殺すか。お前が言うと物騒。あ、まあ、押す。小森さん、おお影山にも知り合いが。ユースで一緒だったんだろうな。国際の王様に逆戻りだね。影山は今日何かあったっけ。 バックアタックの助走の邪魔してます。よし、だいぶいい。トスクレ、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 トスクレ
を把握するんだ。うっす。トビオ君、また春高でな。はい。またね。81。
身。九。おお、伸びてる。勝った。どこがだ。俺の方が1ミリ多く伸びた。拾うだけで完結せず、バックアタックの助走を妨げない配慮。影山、ナイスキーウェイ。なんとなくイメージより普通だなって思ったんで。感じだ。サクサさんは一緒じゃないんですか。サクサはあっち。あっ、おい、ん、お前もっと飛べるぞ。多分こいつも、こいつを間近で見れる。カラスの高校1年影山トビオセッターです。よろしくお願いします。対応されたら対応する。それをサボった方が先へ進めなくなる。場合によります。ちょっとアク、君に全日本ユース強化合宿の招集がかかりました。厄介かよ。ベストを尽くしますが状況によります。いいいい、甘やかすな。絶好調に見えましたけど。足？足以外どこがあんだボケ。具体的に意識したことねえもん。は？意識してなくても高く飛べてましたってか、クソが。え？なんで俺怒られてんの。おう、だよな、月張り乗るようなやつばっかりだよな。小さな巨人がいたぞ。ひなたのバネを多少なりとも伸ばしてるってことか。天軍ヨーグル一週間分乗った。エース。今俺はライトからの攻撃を最善と思ったか。選択が正しかったかどうかは別問題だ。今確かにプレッシャーに押された。ほんの少しだとしても俺は今伊達校のブロックに真ん中以外を選ばされた。なになに王様、ずいぶんいい子じゃん。もう月島大人げない。ひなたに言われた。さっきの根に持ってやげるね。いいゲス顔だな。ゲスリードブロッカー。ややこしいわ。どうだ。うん、もっと早く打てると思うんだよな。こうパパッとコンパクトにさ。分かった。いやでもこいつはいつも 100% 打つ気だ。だから相手も釣られやすい。たまたまか。ガンガンよこせ。いえ、ん、田中さん打ち方雑になってます。疲れたんなら交代するという手があります。セッター2年宮集め。
ちなみにトビオ君はなかなかトゲトゲしい第一印象やったけど、世界を相手に、その2年後に向けて日本中の15、16歳の選手たちの中から一握りの有望株が招集される。ほら、ジャンプが流れてる。もっと星球に体重乗せんだよ。意識すんのとしないのとじゃ大違いだぞ。さあどうぞ。ナイスキー。ナイスキー。やべ、ワクワクしてきた。白鳥座戦よりきつい試合になるかもな。絶対もっと日向に食いついてくると思ったのに。先に行くぜ。直感か。でもどっちみちアズマネさんを選択したのは俺だから、俺の手柄だけどな。あ、なんだ。調子がいい。周りのうまさに引っ張られる。飛んだな。いい顔してんな、影山。ビビってますけど、参考になります。合わせねえからな。あ、そう。別に結構ですけど。はいですよ。スケール違うわ。ただ